皆さん、どうぞもよろしく、おろしドラゴン DK です。ではね、今回もエンチョンとアームやっていきましょう。では、この中入っていこう。失礼室か。失礼室って合ってるんやろな。まあ、行くとして、この先にあるね、その炎の神殿か。そこに行かなあかんねんけれども、え？これは何？っていうか、行くところ二つあるよ。地は王子室。はぁ、王子室。王の資質やろ。まあ、それは分かってるんよ。分かってるんだよ。何回も言わんでも分かってんねんけど。やっぱりあった。よっしゃーい。ロッテクテイ、ウェイ、2000TV、ウェイ。うれしい。おー、またあったよ。どうだ？カリン専用、エンジェルは思考は手に入れた？ああ、マジで？なんかよ、こう手に入れるね。武器の。おー、マジで？ちょっと待って。それは聞いてない。あそこまだ戻りたいけど。まあ、行くか。ね。さっき進めていかんとね。何？さあ、はい。びっくりした。なんか、調べられるようなものがあったかな？なんか今、丸が見えたけども。お、なんか新しい人が出てきたよ。あなたが気になっても知らないよ。大丈夫にしてるぞ。これ、クレーだとね、レベルも上げて、スキルもね、大きいですから、で、あと、成長もめちゃくちゃ進めます。なのでね、ほぼ一発です。これが引きが。水よ、さよなら。ねえ、ライガの HP。1000超えました。いやーすごいね。うん、やってますよ。ほら、1000、ね、1048でしょ。うん、すごいでしょこれ。何どっか調べられるとこあった？あとこれか、立派な机だ。はあ、それだけかい、それだけかい。こっちか。ん、なんや、この先が炎帝神殿よ。あ、炎帝神殿。炎帝神殿。ほうほう。ロンドンシティのデビルゴーレム、炎帝が。ゴーレムが。封じられた神殿。封じられた神殿ね。そこでクイーンオブアイスが待ってるってわけね。しかし待っていると言った割には、ただで通す気はないようですな。え、何、どういうこと？おお、なんか出てきたよ。すごい、五体もいる。何？シンクロしてるよ。こいつらってクイーンオブアイスの手下のゴーレムのようだな。へえ。ちか、こんな奴ら相手にしてる時間なんて。時間がないか。謎の男出てきた。謎の男。私の出番だ。誰だから、お前誰？横浜シティで会ったイケメンさん。イケメンさん。久しぶり。シノリーナ。再会を喜んでいるようには。はは、ほら、なに、うわ、やば。愚かなゴーレムよ。強っ。強すぎ。全部倒しちゃったわ。なんだよ、私が狩ろうと思ってたのに。お前が狩ろう思ってたんかい。それはすまないことをしたな、バンビーナ。バンビーナ、お嬢ちゃんをなんかちょっといろいろ言い方。子供扱いするとぶっ飛ばすぞ。まあ、そう怒るな。いや、怒るよ。お前たちは急いでいるのだろう。礼を言われるならともかく、責められる言われはないと思うがな。まあね。確かに。そうね、行きましょう。あんた、何者だ？トーヤのこと。え？トーヤのこと。救ってやってほしい。え、トーヤの知り合い？今、彼を救えるのは、お前だけなのだから。なんで、トーヤの名前を。あんた、一体何なんだ？うん、何なんだ？アツマ、
今はそんなことを詮索している場合じゃないわ。いや、詮索したいよ。行くわよ。けど行くわよ。わかったよ。わかったよ、もう。わがままなんだから。わがままなんだから。それを口にするとね、まだな。まだなんか天国行きの刑が執行されるような気するから、言わんけどね。あっちには何もない。よし、じゃあ、行こう。行こう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 。にしても謎の男、ずっと謎のまんまやねんけど。しかも、トウヤのことを知っているってことは、トウヤの親戚か何かかな？身内か。ねえ、そんな感じやろうと思うんやけど。炎帝神殿。お？お、ここで、あ、ありがてー、回復しておこう。あそこ行ったら何か起こるんだけど、その前にここで武器構成と。エンジェルウィングウィッチ、ちょっと待てー。個人の星屑と力の様式な、足らんよ。しかもこれいいっぺ、関節下がるかな。まあ、しゃあないけど、別にいいんやけど、あーなんか無理やな。まあ行くかなら、金もないしね。いや、一応あの子2000は。ちょっと待って。えい、出てくんのかい。出てくんのかい。ちょっと待って。ショップで150やろ、一つが。武器構成とかに使うように。素材がね。150で売っとって。かかれなさい。無理やな。無理やな。うん、じゃあどうだ、よっしゃ、いいよ、いい感じ、いい感じ。なかなかにやっぱりレベルがよう上がると思う。やりやすいよ。こちらとしてすごい、これ獲得 SP1000 やと。ちょっと待って、ここでちょっとレベル上げというよりも、あの、成長促進させたいよ。もう一回ちょっとこれやっておくよな。で、ちょいと見て、武器合成で、エンジェルウィングで、ああ、10個、あ、28になったのはいいんやけど、無理やな。まあ、無理やな。まあ、行くかも。しゃあないもん。調べる。この先に炎帝神殿があるわ。おう、なるほどね。これって起動してないみたいね。あ、そうなん？起動してないの？大きに連なるものが魔導器をはめることで作動するわ。へえ。じゃあ彼にはめ込んでもらおう。なんだよ、動かないじゃん。そんなはずないわ。王家の口伝にある通りにやっているのに。やっているのにって言われても。その魔導器、なんかおかしいんじゃないの？あ、もしかしたら悪魔が触ったせいで何かおかしいんだ。偽物捕まされるとか、よくある話だしさ。うるさいわね、黙ってなさい。怖いよ。カリオ様、落ち着いてください。落ち着けるわけないでしょ。いや、落ち着いても。私はお父様の仇を討つのよ。いや、分かったから。こんなところでグズグズなんて。まあ、カリ、なんか動いたみたいだぞ。本当だ。とにかくこれで先に進めるわね。けれど、どうしておかしくなっていたのかしら。おそらく。おそらく何なんだ。いや、何でもない。参りましょう、カリンさん。うん、ライガは、ライガがアツマ気遣ったね。多分アツマのせいやろ。アツマが右手でうかつにも触ってもうたせいで。炎帝神殿か。まさかダムの底にあるなんてな。カリン、クイーンオブアイスが言ってた炎帝の間ってのはどこにあるんだ。炎帝の間はこの神殿の最奥にある。そうか、わかったぜ。そこにトウヤもいるんだな。よし、
やっていくぞ。お久しいわね、エンテル。あなたには存分に役立ってもらう。役立ってもらう？どういうこっちゃ。どういうこと、ほんまに。1000年ぶりの再会なのに、またすぐお別れしちゃうのは残念だけど。え、なに？悪く思わないでね。なに、どういうこと？コマンドを優先したのは、あなたも私も同じこと。それに、私たちの存在している意義ですね。それにどちらもせよ、最後は同じこと。すべて無意味なのね。まるで、真夏の夜の夢みたいにね。ねえ、そうでしょ、トーマ。はい、クイーン。はい、クイーン。めっちゃもう人形とかしてるやんか。かわいい。うわぁ。私の名前は可愛いでしょ。あなたのももうすぐ来るわ。少し跳ね返りの窓行き。跳ね返りの窓行き。あかんって、カリンやばいって。よく聞け、カリン。カリン、この先の遠征の間には我ら王族の者は決して立ち入ってはならん。お父様、王族の者以外ではなく王族の者が立ち入ってはならないのですか？そうだ。魔導器を持っていない限りは、他の誰が入ろうともさして意味はない。ああ、そうなんや。遠征を復活させることはかなわぬ。だが我ら古代人の末裔たる王族だけは別。あ、古代人の末裔なんや。うわぁ、東野と一緒やんか。我ら王家直系の者の血肉はデビルゴーレムの魔導器となりうるのだ。デビルゴーレムの魔導器に、今ある魔導器とは何が違うのですか？今我々が魔導器と呼んでいるものは、言うなればレプリカだ。レプリカ。人の身を犠牲にせず、デビルゴーレムを操るために作り出されたものだ。レプリカと人が魔導器になることは何が違うのですか、お父様。古代では魔導器である人間がある程度デビルゴーレムを制御できたと聞く。そうなんや。だが時を経て徐々に薄まった我らの血ではそれもかなわぬだろう。特にカリン、お前は王族直系にしてはわしと比べてもかなり血が薄い。血が薄いのか。お前が魔導器になろうなどとしたら、おそらく遠征に飲まれ存在自体が消滅してしまうだろう。いや、あかんて。お前の母なら、あるいは可能だったかもしれないがな。私はお母様と違い敵が悪いですからね。そういうこと違う。何かおっしゃったらどうです、お父様。わしはたとえ命果てたとしてもデビルゴーレムを復活させぬ、カリン。お前もそうするのだ。はい、お父様。お母様の名にかけて誓います。誓ったのに来てもうたよ。カリン、どうかしたのか？なんでもないわ。さて、エンテイの間とかいうところに行くのはいいんだけどさ、アツマの右腕で本当に倒せるの？わかんねえ。ひょっとしたら余計にひどいことになるかも。うん、その可能性の方が高いな。けどやるしかない。いい加減ねえ。いっそのことをやっぱり遠征を復活させちゃわない？怪獣には怪獣をぶつけるのよ。いやつま勝手なこと言わないで。何よ、私は少しでも場を盛り上げようと。今盛り上げる必要ないんだよ。そうそう、カリン、心配すんな。俺が何とかする。ありがとう。カリンが素直にありがとうと言った。さあ、グズグズしていられないわ。遠征の前向かうわよ。さてさて、どうなる、この後どうなる。
といったところで今回これぐらいにしておきましょう。ではご視聴ありがとうございました。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。